今3回戦を迎えております。現在ですね、試合の方は3回の表ジャイアンツの攻撃です。この回8番の先頭バッター村田捕手がですね、フォアボールで歩きまして、現在2塁というところです。今日はハオさんと一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いします。現在のところ試合は1対0と横浜ベイスターズがまず先取点を取りました。そうですね、今日はね、両投手も僕はあんまりいいと思わないんですよね。そうですか、ね、今日は宮本投手と宇藤投手が先発、はい、ですからね、そんな1点2点、やっぱり6回までのジャイアンツとしてやっぱり1点でもリードしておきたいというところだと思いますね。さあ、この回3回の表ワンアウト2塁、バッターボックスには今日は1番に尾形選手ですね。ちょっと振らないんですよ、なかなか。さあ、この回同点に追いつくことができるんでしょうか。ジャイアンツの攻撃が続いております。まあ、その後2アウトを取られたんですが、ピッチャーの宇藤選手がライト前ヒット、これで2アウト満塁となりました。それを石井が返してまず返したということになっています。まあ、ジャイアンツの方もこういう形で返しておけばまず返り、それから重量打線へと移ってくるわけですから、ここでまず同点というところですね。この宇藤のようなね、あると思うんですよ。ということは2000本安打まであと2本とする落合選手、ね、まあ、今日第1打席はですね、はい、松井選手がヒットで出塁していたんですが、残念ながら、今うまいと、これはもう少しもあるんですよね。ファンの声ではこの原が4番にという、ね、声もありますけれども、やはり今のバッティング状態だと7番あたりでこの力を発揮したジャイアンツのスターティングラインナップということになっておりますが、現在5回の表ワンアウトランナーが空きません。重視してますね。それとちょっとタイミングを外す、それはうまいですね。非常にテンポよく小気味よく、ね、こう投げてきますので、ね、もう度胸はもう素晴らしいですよ。おととしの開幕戦がジャイアンツとの一戦、その時の開幕カードのオープニングピッチャーが、ね、この宇藤だとしても、はい、球種がちょっと分かりづらい、分かりづらいピッチャーですからね、はい、もうスーパースローで見ますとフォークなんですね。ニヤリとしてこの原に返します。空振り、試合開始から1時間13分を経過しまして、5回の裏にすでに入ろうというところです。ジャイアンツのマウンド上、先発の宮本です。今日はもしかすると中5日でオープニングピッチャーを務めました斉藤もあるかなと、斉藤正樹もあるかなということもあったんですが、斉藤は回しましたね。そうなんですね。さあ、ベイスターズの方の野崎さん、三塁側ですが、はい、ホームランをですね、打ったそうなんですが、本来この緩急の持ち味だったので、まあ、したがってバッティングが早いと、こういう話をですね、あのバッテリーにしてるそうですね。なるほどね、はい、三遊間を破りました進藤、レフト前のヒット。三塁側の今日のジャイアンツ情報は田中亮介アナウンサーです。そして一塁が、球の勢いを見守ってあるだけにね、ちょっとこう雑っていうんですかね、そんな感じで出ますね。3番の佐伯、3番に佐伯が固定できることで、まあ、本当に打順がこう固定して、もう右も左もちは関係ないんだよというふうに近藤監督言ってます。その辺りの強さというのがね、今年のベイスターズにあるんではないかと思いますが、1年通って打つんじゃないかなって気がしますね。横浜ベイスターズ開幕から昨日は9対7まさに打ち勝ったという、そういう感じで、さあ打ち上げました、センターへ、風はややフォロー気味ですが、センターの足が止まりました。マックが掴みましてワンアウトです。まず神宮球場が中日がリードしております。そして広島が強いと言いますか、阪神ちょっとここのところ弱いですね、打てないですね。また今日も、先手を取られております。さあ、そして日本ハムが今日は4対0とリードしています。そして西武が3対0、そして近鉄オリックス、4対0、まあ、どこの球場も片方は0点ですね、これね。そうですね、この横浜スタジアムも現在は3対0というところになっておりますけれども、いやいや、ちょっと各球場片方に今流れがいっている、そんな感じなんでしょうか。
さあ2番手岡田の起用ということになりまして、バッターボックスはブラックスなんですが、タオさんね、やはりあの宮本まだ3点ということなんですが、ジャイアンツサイドとしてはその横浜の後ろにいるピッチャーが気になりますので、もうゲームこれ以上点取られるわけいかないんですよね、実はね。まあ横浜サイドとすればね、昨日も佐々木投げてますから、今日できればもう投げさせたくないんですよね。投げても1イニングっていうのはね、そういうとこですからね。ただ佐々木から2イニングでもいいかなというようなね、ことも言ってたんですが、まあ、あのフォークは本当に打てませんね。そうですね、分かってて打てない、すごいフォーク持ってますから、もう昨日は本当に圧巻でしたもんね、はい、長嶋監督もね、佐々木は非常に調子良かったと、去年のフォークの倍、2倍落ちてると言ってましたね。分かっていてもやはり打てないと、まあ、あの私のブラックス、このブラックスの調子が今一つ上がらない、はい、どのあたりご覧になりますか。いや、でもまあ昨日2本出てますからね、1本ほどそのかなり前の方まで出ちゃいますよね。いい時ってのはね、あそこまで出ないで見逃せるんですよね。現在打率が1割1分1厘、その結果が出ていないというところで、結果が欲しいという気持ちもね、たぶんにあるんじゃないかという気がするんですが、練習ではね、これ相当いいや、あまり周りもね、いろんなこと言ってるようではないんですけれども、やはりインサイドを攻められ、そして最後アウトサイドにスッとスライダーが何か投げられてしまうと、バットが空を切ってしまうんですね。サードゴロ、田中セカンド送球、ホースアウト、一塁転送、一塁はセーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーにはなりません。ですから、今は結果出ていませんが、そのうちに何か、ちょっとヒントつかんで打ち出すようなね、そんな感じはしますよね、はい、当てに入り出したら怖いですよね、あのちょこんとこうぶつけるっていうんですかね、はい、今のはもうスイングしてますからね、ですからあの良くなる打ち出しは十分ありますね。それまではこの番というのはね、簡単には変えられませんし、変えられないですよね。2アウトランナー1塁、バッターボックスはローズ、今年からご覧のようにかなりオープンスタンスにしております。右足の使い方が非常に楽なんですよ、はい、右足を使って振るっていう意見に関しては非常に楽に使えるんでね。お、そしてキャッチャーもやるでしょう。次やっぱりまっすぐ投げづらいですよ、あのスイングされちゃうと、うん、ここまでは4割という打率を残しているこのローズを迎えて、村田がサインを出しました。マウンド上2番手の岡田です。まあ、潰れるっていうんですかね、そういうことが今のところジャイアンツ多いですからね。オープニングピッチャーの斉藤、そして牧原は完投したわけなんですが、桑田はまあアクシデントしてましたしね、昨日、はい、ね、悪いピッチャーですから ね、まあ、長嶋監督としても非常にこう、まあ、ある意味では対横浜用に取ったピッチャーですね。ワンスリー、まっすぐできますね。そうですね、今のなんて本当にコースも甘いですけどもね、気持ちが乗ってるっていうところなんでしょうかね。これは投げてツーボールと分かる球になりました。ジャイアンツとすればもうここは1点もやれませんからね。この場だけごとにね、分かんない子なんですが、まあ、ジャイアンツの頃からそういうバッターでしたからね、はい、はしかしチーム今シーズン初の、ね、猛打賞ということで、そして3打点も上げております。点あればというね、追いかける気力が見せますよね、見せますね。さあ置いております、まだ2塁にブラックス、そして1塁にはローズ、ブラックです。これはセカンドゴロ、
がっちりと尾形が取りまして一塁へ送球。